皆さん、こんにちは。良い一日を。本日のニュースレターには、以下の主要なニュースが含まれています。河南省の省と、鄭州市で起きた大規模な水害の発生から2日経った今、被害の全容が徐々に明らかになってきた。SNS を中心に政府の対応を批判する声が高まっている。地元政府が事前告知せずにダムの放流を行ったことが、 今回の第3次につながったとの見方が強まっている。地元気象当局は今回の記録的な大雨を1000年に一度の大雨と表現している。20日夕方から水位が急速に高まり、地下鉄五号線の海灘寺駅から砂口寺駅までの複数のトンネルが浸水した。地元当局が21日未明に公表した情報では市民12人が死亡。 5人が負傷した。同日夕方、当局は死亡者数を25人と訂正し、行方不明者は7人とした。一方、市中心部までの直線距離がわずか6キロの、ツネソダムが20日午前10時30分、放流を始めた。死亡際当局がこれを公表したのは14時間後の、翌日深夜1時だった。当局は放流の理由を、ダムが厳しい状況にあるためとした。 連日の暴雨で土石流や山崩れに見舞われた河南省慶養市、慶養市欧州天村で21日、生後3ヶ月の女の子の赤ちゃんが救出された。赤ちゃんはすでに瓦礫の下で24時間埋まっていた。赤ちゃんはその後病院に搬送された。命に別状はないという。中国市、方都市法によると赤ちゃんの親戚である長さんは、 赤ちゃんの泣き声が聞こえた。救援隊がちょうど到着したから赤ちゃんを救出することができた。赤ちゃんは母親によって高い場所に投げられたと思うと話した。赤ちゃんの母親と見られる女性の遺体は22日になって発見された。救援隊員らによると女性の遺体は何かを持ち上げていた時の姿勢のままだった。母親はきっと 危機一発の時に子供を持ち上げたと隊員は話した。中国メディアは、この母親と赤ちゃんの名前を公表していない。長さんによれば、欧州天村までの主要道路が洪水で崩壊したため、地元当局の救援活動が進んでおらず、村民は自力で救出活動を行っている。しかし、若い人は都市部に出稼ぎに行ったため村に、老人や子供が多く残されている。 彼らは、自力で救済できないと救助を訴えた。河南省の豪雨への救援活動が続く中、7月22日夜には、応急管理部、省プロジェクト救援センター、中国アノー集団の救助隊員102人が、非常用電源の受け橋、全地形対応の水陸療養救援車などの装備、30セットを携えて、河南省信号し、A.1 富防天橋、牛場村に駆けつけ、 夜を徹して、受け橋を組み立て、設置した。一晩に及ぶ、奮闘の末、全長40メートル、幅8メートルの非常用電源の受け橋の設置が完了した。それぞれ時速10.8キロメートルの速度で移動し、450人を乗せることが可能で、迅速な水上の機動力になる。この受け橋は現時点で、中国の最も先進的な水上救援装備の、 一つであり、迅速に付設して、とかの文橋と連結させることができ、組み合わせにより様々な形式の二重構造にすることができ、大型装備と人の通行を保障して、水難救助活動の難題を効果的に解決することができる。この浮橋はこれまで何度も災害支援に利用されてきた。作業モデルは主に次の二つがある。一つは、 河川内にある複数の船と両岸にある船とを連結し、リボン浮き橋を構築して、無限起動式で積載量60トン以下、または車輪式垂直対荷重13トン以下の積載物が河川を渡れるようにするというもの。もう一つは、河川内のいくつかの船と両岸にある船とをつなぎ合わせて、とかの門橋として使用するほか、渡船の役割も果たすというものだ。 今回の新号市の救援活動では、救助隊員が河川内の船3隻と岸辺の船1隻を連結し、都下の門橋を構築し、2台を設置し、1台あたりの全長は40メートル、幅は8メートル、車両通行部分は幅5メートル、最大積載量は65トンとなっている。朝8時ごろ、非常用電源の浮橋2台が洪水で水没した、前東日村。 後藤家村などのエリアにそれぞれ向かい、取り残された複数の村の村民を緊急避難させた。現場では激しい雨が続いて、救助活動は困難を極めたが、12時までに7回にわたって村民を運び、累計1400人を避難させた。2021年7月23日、当人網は豪雨に見舞われ通信が途絶えた河南省で無人機が臨時の空中基地局となり、 通信可能な状態を確保、災害救助に貢献したことを報じた。記事は、河南省の多くの地域で記録的な豪雨に見舞われて、深刻な災害が発生しており、一部地域で通信が途絶えたと紹介。厳しい状況を鑑み、応急管理部が抑留、抑流マイナス 2H 緊急救助型無人機を緊急派遣して、同省上空で、 偵察活動と通信中継任務を担わせたと伝えた。そして、同期が自らの通信設備とデジタルチェーンを利用して、臨時の空中基地局となり、周囲50平方キロの被災地域でデータ通信が使えるようにし、1万5000平方キロをカバーする音声通信ネットワークを構築したと説明。中国南西部から出動した同期はおよそ十六時間かけて、 カナン上空に到達し、5時間にわたり、通信信号を提供したとしている。抑留無人機はしばしば輸出兵器として取り上げられ、ネットユーザーらも、戦場での消出した活躍に期待している。しかし、今回の件を通じて、無人機が単に敵に打撃を加えるだけでなく、災害救助の支援に使えることもわかる。これこそ、真の軍民療養であり、科学技術で、 人々の幸福を生み出すという言葉が持つ意味なのだ。河川の水上昇の影響で、三峡ダムへの流入量が目に見えて増えており、24日午後2時の時点で、三峡ダムの放流量は毎秒32,500立方メートル。三峡ダムの水位はすでに150.3メートルに達し。